ナジークレンジングシリーズについてお聞かせください。はい、エネルギークレンジングシリーズ、まあ、EC って呼ばせてくださいね。EC シリーズについては今から十数年ぐらい前から、ある音の先生に作っていただいて、一般の方にも使っていただけるように販売を始めています。で、このそもそものきっかけなんですけども、古い話になりますけれども、自分自身がどうもその結構敏感体質だったみたいで、結構ちょっとこう調子を崩したりって言った時期があったんですね。で、その時にこの音作りの先生をされている、もう今ちょっと亡くなってしまっているんですけども、渡辺先生っていう方に、助けていただきまして、それをきっかけにこの EC っていうものを作っていただいて今があるんですけども、そもそも私はフラワーエッセンスの仕事をしていまして、ちょうどその仕事をしだした頃に、調子を崩したんですけども、自分でもその何が何だか分かんないような、なんだかその、だるいんだけども力が出ないんだけども、どこもとにかくその病気ではないんですね、その時に。で、渡辺先生に、見ていただいた時に、気の方、エネルギーの方だよっていうことで、エネルギーの勉強をさせていただきまして、人間の体とエネルギーっていうのはすごく重要なんだっていうことをそこで学びました。で、フラワーエッセンスをまあ普通にこう発売やっていく中で、最初は看護師さんの方からの問い合わせをいただくことが時々あるようになったんですね。仕事をしていて、全部自分のその精気を吸い取られるような感じで、帰りはヘトヘトになってしまう、お清めをしたいんだけどどのフラワーエッセンスが適切ですかとか、そういった内容のお電話を、いくつかいただくようになりまして、で、その時フラワーエッセンスの中で一応浄化っていうのはクラブアップルがするんですけども、その方のお話を聞くと、がん病棟とかのそういったところでもうお祓いっていうような言葉も出てきましたので、クラブアップルのもう領域ではないなということでね、その時にアドバイスができたのは、焼酎を使ってくださいと、焼酎を、少しそのお風呂の中に入れて浄化してくださいっていうのが精一杯で、なかなかその手元にある渡辺先生のこういったエネルギーを浄化できるようなものっていうのは、こう紹介しきれないでいたんですね。まだ商品化していませんでしたから。で、それからこういうことで私と同じような感じで悩まれている方がどんどん増えてます、先生これを一般の方にも使えるように商品化していただけないでしょうかっていうことを言い続けまして、それから3年ぐらい立った時に渡辺先生が形にしてくださったのがこの EC シリーズになります。